10年、10年、次15年、で、まず、5年、10年、15年という順々に香りから、嗅いでいただいて、香りを見ていただいて、香りの違い、やっぱり飲んだ時の要するに年数が経つにつれて味のその柔らかさ、やっぱり泡盛がこんなに美味しい、はい、飲んだと思う。再発見、再発見でしょ、はい、うん、まあ、これもそうだけど、やっぱり泡盛というのはやっぱりみんないい酒飲んでない、はい、いい酒で変わりますね。これマイナス30度ですけど凍りません。トロトロしてます。4日後行く新酒ですけど、飲みます。新しい感覚ですね、うん、でこれも43度だけど数タイプでした、はい。あ、43度もあるんですか。うん、これ43度、これと一緒で。もうこれだったら、ね、まずはビールじゃなくて、まずは炭酸割りで、まずは炭酸割りで、はい、これだったらもういっぱいだもんね。